ああ、もう1時か。明日も学校だし寝るか。なんかグループ通話始まったぞ。何こんな時間に。俺もうダメだよ。全て終わりにするよ。おい、ジャクソン早まるなよ、お前。死ぬなよ。とりあえず何があったか話せ。俺、こんな真夜中にカップラーメン食べようとしてるんだ。うん、それで？それを引き止めてほしくて電話した。くったらね。今夜中の1時だぞ。しょうもなすぎて眠気ぶっ飛んだわ。おい、ジャクソン、お前分かってるのか。深夜のカップラーメンは、紛れもない犯罪だぞ。無罪だわ。犯罪なのは分かりきってるさ。なら、なんじゃ。小腹が空いたんだよ。さっさと食えや。こいつは、さっきの晩飯にするはずだったんだ。だけど学校帰り、通りかかったすき家に入っちまった。ちげえとこ悪い。豚汁セット食べちまったんだ。とっくもりに豚汁セットだと。デザートにとろけるダブルショコラだって食べた。セブンのバナナクレープだって食べた。食いすぎだわ。それに深夜のカップ麺が加われば人生バッドエンドだよ。太るだけだわ。まだお湯は注いでないんだな。さっきから右手がカップ麺を求めて動き上がるんだ。絶対に飽きるなよ。それを食べれば一時の快楽は手に入る。だがそれと引き換えに一生この上ない罪悪感を背負って生きていくことになるんだぞ。3日で忘れるわ。ダメだ俺もう。冷静になれ。沼に片足を突っ込んだだけだ。まだ抜け出せる。沼に浸かりきってないんだ。早くって寝ろ。でも俺には今食べなきゃいけない理由があるんだ。言ってみろ。カップラーメンと一緒に買ったチャーシュー、賞味期限残り1時間なんだと。今食べるのが一番美味しい。完全ラリってんじゃねえか。なあジャクソン、一旦持ちつけ。深呼吸だ。ふーだ。それ出産の呼吸だわ。そうだ、今日だけ、今日だけは特別な日。今日だけはカロリー無制限とのはどうだ。節制は明日から頑張るってのはどうだ。バッカ野郎、明日じゃねえ、今日だろ。明日頑張ろうなんて発想から何も芽吹きはしねえんだよ。今日だけ、今日だけを頑張るんだ。今日頑張ったもの、今日頑張ったものにだけ明日が来るんだよ。姉子、明日学校にそれとお湯を持ってくんだ。そして昼休み、晴天の屋上でそのカップラーメンを食べたら最高だとは思わねえか。でもチャーシューは。そんなものクーラーボックスにでも入れていけ。その戦いが終わって無事に明日を迎えられたらさ、一緒にカップラーメン食べようぜ。死亡フラグやめろ。それがお前にとって最高のハッピーエンドってやつだろ。不法侵入オツだよ。お前どこから入ってきた。いや煙突から。サンタか。うち煙突ねえよ。ありがとうだよ姉川。俺もう少しで危うく道を踏み外すとこだったよ。なんてことはねえさ。ああ、ほんとくだらね。バカすぎだろ、あいつら。寝よう寝よう。やばい。カップ麺の話聞いてたら小腹空いてきた。どうしよう。